はい、えー、それでは皆さんこんにちは。えー、担当のね、えー、ゼミの、えー、まあガイダンスというかまあどんなことをやるかっていうねご説明をしていきたいと思います、えー、担当はレクセンにこの署名にしたものです。皆さんこんにちは まあ今年もね、えー、コロナの影響がありまして、まあ、今年がというか、まあ、去年がねコロナの影響がありまして試験日程がずれた関係で、まあ、今年もちょっと若干ずれているということで、まあ、7月が担当試験ということになりますと、まあ、それに向けて皆さん残りね、えー、あと2ヶ月3ヶ月はもうね切るわけなんですけれども、まあ、そこにね担当試験にめがけて一気にね合格に向けて加速していこうという時期だと思いますと。いうことなんですけど けれども、まあ、要するにインプットと、まあ、アウトプットの間のところっていうのを、まあ、ゼミで補完していきたいというふうに思ってますね。でやっぱりまあインプットっていうのは、まあ、知識をまあ覚えるっていう作業になっていきます。それに対してアウトプットが問題を解くと。で実はあの知識のインプットっていうのはもう皆さんおおむねできてる方が多かったりしてで知識のインプットができてるっていうのは何かといったらこれはあのね 皆さんが今インポートできているかどうかの見分け方というのは簡単で担当試験の過去問集これを見たときにいいですか過去問集を見たときに解説を見てちょうだい解説を見て読んで分かるとあそうだよねあこれこうこう,こういう流で丸なんだよねって分かるこれインポートできてますもうできてるだ結局知識が出てこないだけなんです でそこがねよくあの間違えちゃうところがあって、ああなかなか知識ゲームはね覚えられてないな、できてないなって思うかもしれないんですけど、実はね解答を読んでももうわかるんであれば、ちゃんと頭の中には入ってるのよ。だから頭の中から知識を引き出す練習というのが必要になってきます。うん、そうですね引き出せるようになったっていうところで結局問題を解ける。 すなわち今入っている知識を整理するだからまあなぜ問題を解いたら解けないのかと言ったら頭の中にぐちゃぐちゃと入っているんだね今だからそれを引き出すこうまあなんですかトリガーというかきっかけというかそれがまだないのつまみがつまみがめちゃめちゃ短いからさだからどこに何の知識が入っているかが今頭の中で整理できてない状態ですだそれをこのまあゼミとかを使って知識を整理していただければよろしいんじゃないかなと思います。 で特に私がその担当試験でですね、えーまあ、気にしているところというのは、まあ、例年も決まっていてじゃあ何をやっていこうかというと条文ごとのですね、まあ、過去問のポイントを押さえることでやるべきことを優先的に学習していきましょうとで試験というのはやっぱり優先順位というのが非常に重要です。優先順位、ね いった時に、まあ、私の場合よくう教材があるんですけれども単刀コ,コレモンというのは何かというと単刀のまあ条文ごとに、まあ、こう枝別の、ね、問題がこう固まってるやつなんですけれども、まあ、それを使ってまあ皆さんにまあ勉強をまあ進めていると。でまあもうこの時期ですから、まあ、例えばそれに基づいてねよく私は落とし込みとかそういうことをやっていただくんですけれどそれをやる必要はないです今の時期はね。 じゃあ何をやっていただくかっていうと問題を解いて間違えたと。ば特許法の121条間違えちゃったということだったらその121条に関連する問題をこれもんからピックアップしていくと。でそのこれもんっていうのは121の条文の問題だけが全部こう。 一段固ままってますからだから121条とこの問題だなっていうのをピックアップして勉強していくってことができるわけですねだから関東の過去問をやりつつ条文の問題に戻っていくと。でこの担当の過去問っていうのをまあ抑えていくっていうことによってまあ論点をもうろなく抑えていくと特にやっぱり優先順位としてはまずは担当試験で問われてる結局過去問で問われてるポイントっていうのをしっかり抑えていただきたいというところがありますからまずは過去問の ポイントをしっかりりえるとととこころが優先的ななんだよということになりますでね時々まあ中には「いやいや、ね、何言ってるんだよ」と「もうね過去問についてはもう分かってるよ」と「十分」っていう方もねもういらっしゃると思うんですけど結果的に「いつも担当試験終わります」と「で発表がありますと」と「残念な結果になってしまった」という方とねよくまあこう面談とかお話しさせていただくんですけどやはりね結果的に過去問の内容が潰せてないんですよ。 うんだから本番で毎年毎年ね担当リサーチとかの結果を見ていると結局合否ラインに乗らなかったよっていう人ってまあ当然ね初見の問題だから基本的に問題全部初見の問題だから本試験は初めての問題が出てなぜ落ちてるのかといったら結果的に担当で今まで問われてる論点が落としてるんですよ。だから点数取れてないの。 うん、新しい問題で解けなかったから例えば審査基準が出た審判民団がね初めて出たそこ間違えちゃいましたあ僕もそこ勉強してなかったからだ違う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 そこじゃないんだよそこも間違えたかもしれないけどじゃあ石岡法32毎年出てたところ合ってましたかやっぱ間違えてました特許法審判毎年出てたところ合ってましたか間違えてましたそういうことが大半なんですだからやっぱり今まで過去に出ている論点というのをしっかり潰していくっていうのが一つのまず合格への近道。 なんですしかも、まあ、まあ必須の道だなだからまずそこをしっかりやっていただきたいで過去問を潰すっていうところがこの2番なぜその規定になるのかっていう意識するっていうのがやっぱり薄いで結局問題文を見てあ丸だだ「×」だっていうその回答だけ押さえていくっていう人が非常に多いんですで過去問の理解っていうまあいなんですけどこれ理解度っていうのかな理解度の識字とか人によって違います 本当にちゃんと理解したよっていうところまで勉強する人もいればああなるほどこれねああそうそう特許庁と審判長違うよねあ間違,て間違えた間違えたで終わっちゃう人もいるんですでそれだと多分次やった時に間違えちゃうんですで一番重要なのはこれよく私はね2つのホワイト2つのなぜって言うんですけど2つ押さえていくことが重要何かといったら1つはなぜそこが審判庁なのかなぜ特許庁は長官なのかなぜ強行規定なのかそこをしっかり押さえてほしいとでここはね結構まあ大方皆さん一生懸命やるんですけどもう1個 間違えたらなんで間違えてしまったのかっていうところを抑えていくことが重要です。間違えた理由ね。で、そこが実はしっかり詰められてないと結果的には同じ間違いをしちゃうんです。ここについてはしっかりやってくださいねって言うんですけど、やっぱりあの受からない人はそこの詰めが甘い。だから皆さんもまあこの残りの期間でなんで間違えたんだろうどうしてダメだったんだろうってところをしっかり抑えていっていただきたいと思っています。 はい、だから結果的に最終的には過去問で問われている範囲っていうのを確実に潰していくっていうのがこののゼミの目標だだと思ってください当然、ねうん、まあそれ以外の話はしますけれどもただやっぱりまず題材となっていくるのはベースとなっているのは今年の担当ゼミはまずここをしっかりやっていくといや俺も過去問大丈夫だと思うかもしれませんけれどもやはりそこができてない人が今まで受かってない。 うん、過去問というのはしっかり理解すればただ1回やっただけでも十分なんです逆に言えばしっかり理解しなかったら回数を繰り返しても何のいい問題です5回やったから受かりますか10回やったから受かりますかそういう問題じゃないんですしっかり理解することが大事ねでその時にじゃあ今年はどういう進め方をしていくかっていうとねまず家庭の学習の課題として1週間に1年分の年度別過去問を家庭で学習してもらいます、うん、年度別ですで年度別の過去問を家庭ででやっっててもらってで あの品質問題わからない問題の確認、押さえるべきという確認します。で、確認テストというところで、まあこの確認テストは問題あの授業中に解く感じですかね。ゼミ中に解くのか、あとはまあ最後にね。ま帰、あ、れません。っていうのを私だったりするんですよ。一応まあ今ね。例えばあの担当解放ってあの秋の講座もやってるんですけど、そこなんかではちょっとやっていて。 まあちょっとね並んだりはしないで私ができればこう回るようにしてるんですけどまあコロナ対策もありますからまあ昔は結構ね並んだりしてもらったんですけどほら密になっちゃうからねそこはちょっと今工夫はしてますけどでもうまくねそこの対応でああの確認テストはできるなっていうのが分かりましたのでちょっと今それやってますでこれ何かっていうとね過去問やってもらってで間違えた数だけ言うんですよね例えば、まあ、今20問ぐらい解いてもらってるんですけど20ぐら解いてもらってあね3個違うよとかって教えてあげるね でその時に結構皆さんでどこが間違えてるか,か2回目は法文書見ていいんだよ当然だからもう条文見ていいですよ、うん、条文を見るでその代わり過去文書見たら探すことになっちゃうからなんだけどね意外に答えられないの。 これ今もやってたもそうだけど例年そうで過去問と同じ枝出してるだよ同じ枝出してるにもかかわらずあの、まあ、間違えたりするんですよだからそういった意味はちょっとねやっぱり過去もんっ,っていうのは難しいなって過去問んの時はあんなにできてたのにねいざその形になると何回やっても間違えちゃうでそれってやっぱり本番でも間違える可能性はあるからでね意外にこのね帰れ,、ままあ、帰れません形式というか、まあ、よくやっていたのがこれ結構ね 面面白白かったののはさその面白いんです例えばね 3, 3問違うと教えてあげるわけ20個解いて3問違うよっうとでどれが違うか教えないからで見直してもらうわけよそうするとさこの、ね、自信を持って間違えるとまるわけね何回やっても丸丸って書いてあるんだけど3回やってもずっと丸なの正解×なのにで自信を持って間違えてるでこれは多分まあもう間違えてんだろうねでこれは要復習ですよ確実に復習しなきゃいけないで結構怖いのは最初丸だと思ってたけど違うよ どっか違うとかあるんじゃないのってことはその間って自信を持ってないわけよ。ね、うん、丸になったりツになったりするってことはこれ家でやった時って実はそれ間違いだって気が付かないんですよ。だって1回目丸って答えて多分解説を読んで丸になってたらあ,あ分かってた分かってたってことで流,す流しちゃうからね。でも見直してみたらねやっぱりバツかなと思い直すってことは本番ではそれ答え変わる可能性あるわけよ。 実はそれをねあぶり出すためには結構これいいんですけど、うんまあ、そういう形で、まあ、いろんな形でアプローチはかけてってるんですけどとにかく流れとしてはこんな形です。でこの年度別過去問というかちょっと過去問を今年はしっかり使っていくということを考えていまして、まあ、皆さん過去問集はまあお持ちだと思いますけれども、うん、あのまあ過去問のですね見え方をちょっと変えます。で何かといったら枝別に答えをしっかり求めていただくと。 一応教材として予定してるのはあの枝別の過去文に変えたものっていうか,あのあれなんですか本番の問題だとさ過去文集だからあのちょっと問題集問題だけちょっと作ろうかと思っていてで皆さんだから過去文集あ違うあ何ですかパンフレットの方にはあの過去文集用意してくださいって書いてあると思いますけどあの過去文集を使うわけじゃなくて。 あの解説あったらちょっとごめんなさいあの回,回答あれを見てほしいんですけど過去問ってさあの次の中から正しいもの選びなさいとかさ誤ってるもの選びなさいって問題といくつあるか答えなさいって問題があるじゃないでいくつあるかのやっぱ答え難しいでしょ、うん、あの「いいろー,ローハーニー」法でさ全部ちゃんと検討しなきゃいけないからいくつあるかだとさとりあえずあこれ枝にが×だって分かったらそれで終わっちゃうじゃないそれをちょっとどうにかしたいと思っていてそうだともうだから全部過去問をいくつあるか問題全部変えまえと。 ということで一応今予定してるのはなんか全部の問題がいくつありますかに変わわってるわけよだからもう全部その2が丸だからっていう,もうヒントはなしだから枝別にちゃんとしっかり全部理解してくださいとっていうのをあのやろうかなとでその問題の問題の方はお配りするんで,でその問題を使って、まあ、家で勉強してもらって問題解きますとでそれを1週間のルーチンとして考えているのは、まあ、いくつあるかの問題に変えたもので。 あの渡しますので日曜日にまあゼミの土曜日にゼミありますから土曜日のゼミの復習をしてプラス次の年度の問題について解いてほしいんです日曜日に。日曜日に解いてでまあ復習プラス解くと。でまあ1週間かけて復習ですねをしっかりしていただくとその年の過去も例えば今週は令和2年です今週は令和1年ですみたいな形で復習をすると。 で分からない問題を金曜までに報告ってね今これあの私の方の講座とかゼミとかってよくやってるのはフフォォーーームムっていうねアンケートフォームがあるんですよそれを使ってあの今の受講生さんとかにあの分かんなかったところとか送ってみたいなことやってるのねで結構ねそれが、まあ、あの L ゼミなんかではちょこちょこうまく,くいってますので、まあ、担当税もちょっとそれを使ってみようかなと思ってますんでその中であの分かんない問題をちょっと報告してもらうと。こ、ね、こういういとが分かりませんって 書いてて、ね、て送っっもらって、まあ、メールでもいいんですけどなんかメールだと皆さんやっぱりわざわざ言えるのが面倒くさいみたいでなんか今まですよ、ね、なんかか見てるとなんかそんな感じでなんかフォームで送ってもらってでこっちも集計がしやすいので,、うん、でそれを、えーとまあ、一応次のゼミのところにはみんながこういうこと分からないと言ってますっていうことをお配りしますからゼミ通信って形でねでそれの説明をしますあこの問題こうだよこの問題こうだよって形で,で説明をして講義の中で最終確認をしますと。 でますゼミの中で、うんでまあその時はその年度の問題まんま出すかちょっと変えるかもしれない。うん、でもその年の問題をやっていれば論点はだから表現とかがねちょっと変わってるかもしれない。うん、そのまま出すかどうか分からないよ変わってるかもしれない変わらないかもしれない。でそれをちょっとやってみて。 うん、その年その週のだからまあちょっとそれはできるかどうかわかんないですけどだからまあわかんない問題がちょっとどれぐらいあるかによるんですけどでその後週はあまりなければじゃあ例えば審判の流れを復習しましょうとかまあそういったところを、まあ、週ごとのテーマを決めて今回はじゃあ「しんとりの流れをやろう」とか「184条の流れをやろう」っていう形でまあちょっとピックアップで、まあ、毎週毎週ですね1、まあ、個ぐらいのテーマを見ていこうかなと思ってますね。うん、ただわ、まあ、かかかんんない問題がちょっと結構、ね、時間かかうんですよ解説今 絵ゼミとか他の講義でやってるとやっぱり時間かかってますんで一応はそこについてんまああのはちょっとゼミですからまあ皆さんと一緒にやりながらあもうちょっとこの解説だけで終わっちゃうねとかでもしかしたら解説が多すぎそうだ多くなりそうだったらピックアップ形式でじゃあこの中でこの問題だけちょっとピックアップしようとか。 いうただやっぱりねやっぱ一個一個の問題を潰してもらうことが大事だからでそこをやってもらってということを繰り返しやっていこうとでそのルーチンをだから直前までにやっていくとでなんで年度別にしたのかというと年度別って分野が偏らないんですよでそれをやりたいやっぱ直前だから。でテーマを決めてやってってもいいんですけどテーマを決めてやっちゃうと例えば最初に審査やりますっつったらずっと審査出ないんだよねもう。 だそうするとやっぱ試験直前だからまあ何回かこう漏程で回ってった方がいいかなっていうだからまあ今日審査出てねもうずっと出ません審判が2回目出てもずっと出ませんだとちょっと不安になっちゃうじゃないだからまあ今年に関してはちょっとまあその毎年毎年年度別でやればその1年間の年度別っていうのは論点が重ならないんですよねあのそのメリットがあるわけよだからバラバラにならないから。 ババラババラバになるんだ,逆だねババララになるわけですよ、うんうん、年度別いうのはだから体型別っていうのは前からずっと見ていくっていう形になるよね前からずっと見ていくって形になるからあの分野分野でこう固まっていくんですけどだから直前になったらこれ年度別の方がいいんですね年度別でやれば同じ論点の問題が出ないから、うん、だからあの毎週毎週こうちゃんと知識を復習できるので,でこう今までの時期というのはもう分からないところの穴を埋めていくってことがすごく大事ねこの直前っていうのは。 最初の頃はある程度固めて勉強していくってことが大事ですけど直前はこうメンンテナンスになってきます特にもうこのゴールディンウィーク明けっていうのはもう試験に向けてあとは細かい知識を調整していく時期ですから,だからそういった意味ではこういう形で年度別で、ね、年度別で細かいところを見ていくのがよろしいかなというふうに思ってます今年は。 なので実施スケジュールもまあ連休明けですねちょうど連休明けの5月8日から7月10日までとちょっとまあ途中2週空くところがあるんですけどなんか噂ではここ担当模試が入るのかなちょうどだからちょうどまあここは担当模試受けていただくということでよろしいかなと思いますしまあこの本試験まで定期的なルーチン当然ご自身の勉強もしていただくと思うんですよ。 ね、もう当然直前ですからやることいっぱいあると思いますからあの担当の過去問やってると思うんですけれども合わせてまあ年度別の過去問をやっていただきますとそこでまあ分かんないところとかっていうのが出てくればそれに合わせてまあプラスアルファやっていただければよろしいですし、まあ、まあ年度別過去問もまあ1年1週間ゼミでやっていきますけど、まあ、プラスもう1年分やってもいいかもしれないね、うん、そうすることによってまあ2年分繰り返していきますからもう直前ですから時間とってください。ね、そういいった形で進めていけば、まあ、自ずと ねあの綺麗に試験直前までに知識が総復習できるかなと思います。まあできれば四歩を中心にやっていこうと思ってますね。下三歩に関してはまあ過去問紙を繰り返しやっていくということでまあある程度知識を固めていくということはできるかなと思ってますので下三歩に関してはまあ直前に向けてあのご自身でやっていただいた方がもしかしたらいいかなとここはまああの初回でアンケートを取ってもいいかなと思ってます。うんあのゼミっていうのは講座じゃないのでまあ皆さんとねこう一緒に作っていくものだと思ってますからまあ例えば皆さんがねうんまあ下三歩 やりたいよっていうのであればね明日、ま、散歩やってもいいんですけどただやっぱり最終的な例年見てると合比が4方なんです、うん、で特にやっぱり審判だとかどうしても合否を分けるところというのが非常に重要なので、うん、やっぱり特実ね意証商標の点数というのが最終的な合否というところに影響してきますのでこ、まあ、ここを固めるとということが非常にに重要になっていきます、ね、落ち着いて一問一文潰していくことが大事。 ままだ時,期が時間がありますでもうねやっぱ不安に思っている人もたくさんいると思います。ねえー、もう間に合わないかもしれない全然大丈夫です。特にまあ初学者の方とかねやっぱりもう不安でねやっぱりあちょっともう,もうこれなんか俺なんか今全然できないぞと思っているかもしれませんけどせっかくね7月まで今年あるわけですよ大チャンスですから、うん、ここからがまあ頑張りがあの成績がね特にやっぱ初学者の方は直前の伸びがやっぱりすごくいいですから、うん、まあ今後ね、えー、残り数ヶ月、まあ、2ヶ月3ヶ月。 頑張っていただきたいですし。まあ、当然今までね。まあ、何回かも受けているよって方は最後の詰めが大事だということはもう十分承知していると思いますので、しっかりとここの部分でね勉強を詰めていただければと思いますと。とで、今年はまあ年度別というところで、まあ、1週間のルーチンがこれで作りやすくなると思いますので、ペースメーカーとしてゼミの方をご活躍、あの、ね、ご活躍じゃないや。あのご活用いただけるとよろしいんじゃないかなと思います。 はいまあ、当然私の方もね、まあ、皆さんにいろいろとまあ聞いたりしますし、まあ、そこではね、まあ、いろんな趣旨とかからやっぱり規定を聞いたりしますので、まあ、皆さんがね、まあ、極力まあ忘れないような形になるようなきっかけのね話ができればと思いますので、うんまあ、あまり極力覚えてくださいって話はしない予定ですから、まあ、できれば理解を一個一個して忘れない、ね、あ本番で解けるというような気持ちであ勉強を進めていただければと思いますと。 はいというところで、まあ、今年の担当ゼミに関しては、まあ、年度別の過去問特にいくつあるか問題パターンに全部変えますので、うん、やっぱどうしてもヒントになっちゃうからねあの次の中から正しいものっていうとああもう読んだよとかって、うん、そうするとやっぱり勉強にならないのでやっぱいくつあるか問題でやっぱ条文をしっかりとあの考えた上で答えを出すという習慣をつけて頂ければと思います。はいというところで今回、まあ、担当のゼミのガイダンスというのはこれで終わりにしたいと思いますので皆さんぜひね一緒に直前まで頑張ってやっていきましょう。 ということで今回のガイダンスはこれで終わりにしたいと思います皆さんどうもありがとうございました試験に向けて頑張りましょう合格ね頑張ろうはいということでじゃあ一応気合だけ入れたんでね終わりにしたいと思いますさよなら